根の塗装をしてます。1974年篠原和夫の建築、屋根塗るの初めてなのかな。北側は一回やっているんだが、こっちがどうかな。銀色に輝いていたというので、についてはまたちょっとずつ。これで大丈夫ですか？そうそう、横川の釜飯のインターの、そうそう、サービスエリアの、うん、でもいつも一人分炊いてるんで、二人分これ毎回何回も使うんですか？そうそう、でもね、3、4回使うと、はい、パリンと割れる。あ、そうなんですか。いただきます。いただきます。だってこれね、あの、こんなの初めてやるんだけど、ナズナのちょっとお浸しにしてみました。それから吹き味噌作ってみました。あとなんだっけ、ブリだっけな。ブリをちょっと炙ってみたということで、果たして。この短時間で作られます。すぐ今来てから。そうです。うん。なずな。美味しい。美味しいです。春の味です。そう、なんか。吹き味噌、去年作ったらすごく美味しかったんで、今年楽しみしたのなかなか出なくて、今日ようやく吹き味噌。あ、リシールか。今度入れます。という間の雪、4月です。